踏み込みが甘いのかな、それともタイミングかな。はあ、お腹すいたのだ。お弁、そうだね、遅いね。何かあったのかな。モモならしばらく戻ってこないわ。あれ、バイオラちゃんどうしたの。なんだ、お弁当じゃなかったのだ。ももちゃんが戻ってこないってどういうことなの。さっき病院に連れて行ったわ。しばらく入院する必要があるでしょうね。え、どうしてももちゃんが入院なんて。私と組んで小春と戦ったの。彼女は小春ちゃんたちと。それでももちゃんは、ももちゃんは無事なの。命に関わるような怪我じゃないそうよ。安心していいわ。そうなんだ、よかった。それじゃあ早速お見舞いに行かなきゃ。バイオラちゃん、ももちゃんの病室って。そんな暇はないわ。え、あなたたちはここで私と一緒に特訓を続けるの。だからお見舞いに行ってる暇なんかない。感謝しなさい。私がモモに代わってあなたたちを鍛えてあげるんだから。バイオラちゃんがモモちゃんの代わりに。それって。鈍い子ね。私があんたのパートナーになってあげるって言ってるの。あ、でもバイオラちゃんは。バイオちゃんはリンちゃんと喧嘩してるのだ。満腹丸ちゃんたちの敵なのだ。敵じゃないわ。じゃあ何なのだ。私はあなたたちの仲間よ。ナミコ、ブナやナラなどの枯れ木や切り株などに群生するヌメヌメしたキノコのこと。違うわよ。だから仲間よ。ナマコ、海にいる棘皮動物の一種で、砂物にしたり干したりして食べるあれのこと。違うって言ってるでしょ。っていうかあれ食べられるの、マジで。美味しいのだ。最初に食べた人を尊敬するわ。じゃなくて、もうナメコでもナマコでも何でもいいわ。とにかく特訓の続きよ。私はモモみたいに甘くないわ。覚悟しなさい。うん、よろしくお願いします。遅かったじゃねえか、待ちくたびれたぜ。リンちゃんがおかわりばっかりしたからなのだ。おかわり？お前らのんびり飯を食ってやがったのか。違います、特訓です。特訓、特訓のおかわりなのだ。特訓ね。話は聞いている。俺たち指針をぶっ倒してビクニを解放するんだってな。面白い。そういうのは嫌いじゃねえぜ。じゃあ島を解放することに賛成してくれるんですか。あ、バカかお前。俺が面白いと言ったのはひよっこバルキリーであるお前がこの俺に勝つつもりでいることよ。勝てるとは思ってないけど、負けるつもりもありません。いいぜその表情。つまりお互いの誇りと存在意義をかけた本物の戦いってわけだ。そうです、その通りです。俺たちの決意と積み重ねてきた苦労を知っているな。みすみす間違いだったと認められないところまで来ちまった。先生、さあお前たちの本気を見せてみろ。どれほどの決意かを示せ。俺たち心外一中大意徳、くだらねえおためごかし事全て噛み砕いてやるぜ。
バイオラちゃん、頑張ろうね。調子狂うわ。よし、行こう。まだまだ余裕。よく、はい、や、よく、とって50コンボ突破。あ、や、これで決める。これじゃあ全然物足りないよ。はい、そりゃここからだよ。これで決める。おりゃ、うん、ドライブ。キスしよっか。おしまい。これでどう？
甘く見ないで。これは痛い。逆効果突破。遅いよ。進めるよ。これじゃあ全然物足りないよ。よっけおしまいでやめないで。遅いよ。甘く見ないで。遅くない。引き止める。これでどう。進めるよ。いくらでもかかってこい。てりゃー、うん、おりゃー、せい、は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 っ、はい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 、舐めないで。これでこれはいかい。せーの、うん、いや、おりゃー、ここからだよ。見切った。